俺も最初なんか決め挨拶みたいなの考えてて、うん、俺らといえばみたいな、ちょっとオープニングでやってみたら、これからラジオしますよ、お願いします。オッケー、じゃあ清潔も始めてくれ。はい、いきますよ。皆さん、たくさん見てください。こう、スエル、何コソコソ喋ってるの？インスタの配信もやってて。あ、そうそうそう。全然しゃべって。今日一番俺決めてない、何も。始まるさ、もう何も決めてない。はい、しゃあ、じゃあ行きますか。はい、はい、どうぞ。こんばんはテンションすごいね。しました3分前に会場入りしてこのテンション。いやいや、全然簡単、簡単。切り替えがいいですね。簡単ですね。はい、はい、始まりました。始まりました。初めて君と喋った、はい、月曜日21時から毎週やってます。月9、初めて君と喋ったのショートマーボです。よろしくお願いします。月9です。はい、月9です。テレビ消してください。ボンボン、皆さんテレビ消してください。マイク叩いてるからボンボンなってるわけ。ボンボン。何回目？ボンボン。素人かよ。ボンボン。なんかさっき始まる前にちょっと話したんだけど、うん、なんか挨拶がない。何よ、最初の最初の挨拶みたいなのが、うん、なんかこれみたいなやつ。そうそう、これみたいなのが決まれば、うん、なんかちょっとスッと始められるのかなとも思ったりしてるんだけど、どう思います？あ、じゃあ決めてみる。それ今 やってみる。じゃあ、いやいや、はい、どういう系がいいのかな。なんかなんていう、例えば、いや、なんか YouTuber とか見てたらやっぱ結構あるさ。どういう意味？あ、なんか決まるやつが最初なんか、そうそう、なんかブン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 、フォロー YouTube みたいなのとかあるさ。そういうのの、そういうのをやりたい、ね、バージョンでやりたいわけ俺は。okay. 本当はね。okay. だからなんかそれをやりたいってあればいいけど、okay. じゃあそれを決める、とりあえず、まあ、徐々に徐々に徐々にね、はい、徐々にね、徐々に徐々に、徐々に、はい、いきなり何を言ってる？徐々に、砂部慎太、徐々に、あ、やれやれ、はい、俺らしかわからないので、はい、頭笑えないっていう。オッケーオッケー、はい、そういうこと で今週も始まりましたね。よし、一週間って結構あっという間ですね。確かに。昨日は珍しく飲んでしまい、うん、深酒をして、うん、今日朝11時ぐらいまで、はい、くたばってましたね、完全に。二日酔いですね。完全に二日酔いしてました。私は飲んでません。昨日、はい、珍しいな。ちょっと飲んだからなんかこのちょっと飲んだって。あ、それはさ、ちょっと飲んで。そっか。とりあえずあれやってく、あのテレビに変わったし、あのそのあれからちょっとやってこ、サクッと終わるさ、あのあの企画ね。あのわらしべ長者、はい、俺、あ、まあ、説明すると、はい、俺らの必ずやるみたいな企画があるさ、うん、でその中にわらしべ長者と、うん、あの悩み解決があるさ、うんうん、3文字で悩み解決、はい、でわらしべ長者は、うん、企画は、うん、まあ、知ってる人もいると思うんですけど、はい、物を物々交換していってどこまでいくかっていうのを俺と麻婆でやるっていうのをやって、はい、うん、で俺が T シャツを作ったりしてた兼ね合いで、うん、一番最初は T シャツからスタートして、次がそのサッカー選手の、プロサッカー選手の練習着に変わって、でその次に一眼レフのデジカメに変わって、で先週の放送でテレビに変わるという、はい、あ、もうポンポンポン しっかり変わってきてるわけ。もうポンポンポンですよ。ポンポンポンですよ。これはポンポン。まあ、だいなので、もう今テレビだと、だテレビ欲しい人は、うん、変えれるという、自分の家にある何かと何か変えるっていう人いたら ねテレビを変えたいって人は何かあればぜひ。20型ぐらいじゃなかった？19か20インチぐらい。20型ぐらい。だから一人暮らしか寝室用とかとかだったらもう、もう問題、何も問題ない。普通に確かに眠る部屋に、眠る部屋に1台とかな、そんな感じでいけばいいのかな、うん、誰かいたらね。誰かいたら
FM ギノワン、はい、FM ギノワンまでメールもらっていいんですよね。あ、いいよいいよ。じゃあ FM ギノワンまでなんか初めて君と喋ったのをわらしべ長者企画でみたいなのを、まあ、コメントでもいいですし、うん、メール来てくれれば確かにいいかなと、それをね思いますね、うん、あとラジオだからどうでもいいんだけどさ歯になんかついてる前歯に前歯になんか挟まってるけど大丈夫、取らない、ちょっと恥ずかしいな、取らない、いや取りません取りません、あ、しかも前歯だけじゃない、結構歯の間なんか結構恥ずいよ。あ、もう焼肉食べてきたからね、さっきね、そうそう、焼肉食べてきたんですよ、うん、さっき焼肉食べてきたんで今本当になんか今日は珍しく早めに行って、うん、いつも終わった後に飯食うから、うん、今日は行く前に飯食おうかみたいになって、うん、飯食いに行って、どこ行くどこ行くとか言ってた、ずっと、そうそうそう、ラーメンあるよ、定食あるよ、うんうん、やっぱり結構宜野湾の方に寄ったらいっぱい飯あるんじゃんとかいう話になって、うん、急に焼肉あんあんに行きたいってなって、そうそうそう、8時にあんあんに入って2人でバー食って、うん、そこにあんあんがあったからね、そこにあんそんなかっこいいかっこいい感じじゃないけどね、あんあんに行ってしまったけど、そう、やっぱ安いね、うまいね、やばい、あっちはあっちはうまい、2人で食ってあんあんマジごついごつい、あっちはマジあっちは安いな、めっちゃ好き俺、あっちっていうかうまいな、やっぱしかも結構朝6時とか5時までやってるから、6時までやってるから行けるんだよね、遅くても飲んだ帰りにも行けるし、それでその便利さなんていうの、今なんて電目でさ、タッチパネルタッチしてってた俺ら、タッチパネルで注文もできて、そしたらあんあんってやっぱりさすがだなと思うな、6人とかできたら6人割り勘、この会計は6人で割ったらこの金額ですみたいな機能がついてるじゃないですか、やってくれるんでね、して麻婆とバーってやってて、なんか結構プラスしてバーってやってたんですよ、どんぐらいまでいくのかなみたいな、そしたら99までいって、あ、まあまだ終わってたんで、ポンと押したら100になって360ぐらいまで俺らやったら1人30円ぐらいで食えてたの、30円ぐらい会計自体は3300円ぐらいやったんですよ、俺で、そうのしたら1人30円ぐらいとか12円とかになって、うん、なぜか余りが170円出るという、お釣りが来るっていうなんか謎の支払いが12円なのにお釣りが170円余るという、なんか謎の展開やったり、めっちゃ安かったね、あれあれなんか意味わからなかったけどなんか面白かったよ、そう、2人で行ったからあんだけだったけど1600円とかなってしまったけど、逆にあの量を300人で食ってるっていうのを想像したら、確かに俺結構面白いと思う、300人でナイスラミ2つナイスの波2つにアイスとか2つしかないから、300人って肉もね、もう30キロぐらいしかないから、しょうもない、それをもう300人で分けましょうっていう企画ですしかもだから便利すぎて思ったんだけど、うん、あのどう見ても店のキャパが300人は入らないさなんかだからそこは限界値決めとけよって思ったんだけど、あの機械が機械が、なんか100まではいけますか、大体の人焼肉行こうだって100人もなかなかないさ、100も多分入らないし、まあね、便利になりすぎるとなんかいろんな計算だけど面白くてな、なんか、うんうんうん、なんか次そういう電子パネルで割り勘機能があるみたいなところに行った時は確かに900人ぐらいとかにバーって上げてったら自分たちが想像するさ、今食ってたものを、ああ900人で分けるんだなって想像したらくだらないけど面白いっていうのに気づいて、やばかったね、あれは。そうそう、途中ぐらいからなぜかあまりのお釣りのが多くなるという一人の支払いより儲けるね、意味があまり127円とかなってたけどさ、返すときどうやって返すのそういうことになるような、うん、0.5 円とかないから、お釣りですって言ったからね、っていうどうでもいい話から、うん、仕方ないですね、でただにはならないってことですね、こいつ意味わかんないですよ普通にバーってバーってあの人数上げてったら人数上げてったらどんどん12円11円とかなってたらいつただになるかなって言って人数多くてもただにはならないからくだらねえと小学生みたいなことやってるけど一応ただにはならないですよ、ただにはならないからね、なんでそう、どんだけなんでお前大人数連れてきたら食べたものがなくなるけそう、それがインスタなのかなと思うんですけど、それが謎だったよ、あ、確かに、いやそれはめっちゃ笑った、普通にあこれっていつになったらただになるかなって確かにだけど3300人以上連れてきた場合もう1円もかからないってことなんだからどうすんの、もう無理だよもうそれはもう無理って、無理じゃあもう無理、あと3300人をあんあんに連れてくる方が、うん、
いやでもマジでアンアン企画やったら案外あれかもよ。あ、面白い。でなんかよくやってる YouTube でもなんかフォロワー1000人以上の人は無料とか1000円とか。あ、シュプリームさんありがとうございます。運転中なので後で聞きます。はい、あ、そうですね、はい、あの気をつけて運転してください、うん、そうそう。だからなんか久しぶりにしかも焼肉食ったから、うん、普通にうまいな。いや、あーマジうまい。マジあーうまいじゃん。うまい、普通にうまい、うん、で普通に安いしね、めっちゃ。 このえ、あ、このライブ配信っていうかこのツイキャス自体は全国でも見れてるやつですよね、うん、あ、そうかそうか。これ明後日から大阪行くさ、うん、で大阪、まあ、明後日行くの。明後日大阪に行くんだけど、なんで大阪に行くかというと、うん、俺は高校卒業して、うん、お前岡山に大学行ったさ、うん、で俺は大阪に姉ちゃんがいたっていうのもあって、うん、姉ちゃんと住みながら18から働いたわけ、うんうんうん、でそこで初めて大阪で働いて、うん、19まで働いて、その後金貯めながら東京行ったわけさ、うんうん、まあ、今の奥さんがいたからね、うん、でその時にの話をちょっとすると、はい、そのまあ、某運送会社に働いてて、うん、レッドキャンプさんから、うん、アンアン僕もしたい、そういう意味だ、アンアン、まあね、まあ、したいだろう、お前それは僕もしたいですよ、それは僕もしたいですよね、はい、それで、はい、まあ、運送会社みたいなの働いてて、もう18だから、うん、で、アンって返事するのやめる。おい、いい、わざと今なんかそういう、これにかぶせてアンって言ったわけじゃない。うんって言ってよ、じゃあちゃんと。あー、オッケー。そう、アンアンの話終わったからもう。オッケーオッケー。あとちょっと、アンアン行こうっていうの恥ずかしいときない。別にないわ。考えすぎ。それお前考えすぎだよ。考えすぎ。どうすけべよ、この。え、そうなんですよ。何件するの。はいはい、して。そう、それで、働いて、このなんて言うんだろうな、うん、やっぱり初めてだったからバイトもしたことないし、あ、仕事が、はい、仕事が初めてだから、うんうん、まあ、多分敬語とかも汚いし、うんうん、そしたらもうやっぱ いい人、めっちゃ大阪の人っていい人多いけど、うん、なんて言う、いい意味でも悪い意味でも物をはっきり言うから、うんうんうん、もうめっちゃ言われるわけ、うん、いやもうこ何この喋り方とか、何この訛りとか、うんうん、でまあ、はい、みたいなって、で普通にこの、まあ、働いてたら、うん、このルート営業じゃん、この地区、そう、住所のここに行ってくださいっていうのじゃん、うんうん、だからこの俺は、うん、みんなはそのなんか結構目の前にホテルとかビル、商業ビルがあったから、うん、そこの人生送りバンさん、確かになんかバカにしたように笑いに変えてくるのが腹立つさん。すいません、ありがとうございます。初めてのコメント、ありがとうございます。初めてですね。あれなのね、お前が笑いに変えてくるのかな。うん、そうそう、それで、はい、俺はもう、お、なんていう、営業、もうこの個人宅だけ。個人宅の配達と、はいはいはい、あの配送と集荷みたいなのやるわけさ。うん、で、俺、18歳で、うん、で、ここに値札みたいなのつけてるからさ、胸に。うんうん、じゃイラミナっていう名字じゃん。うんうんうん、えってなるさ、やっぱ。で、訛りもちょっとあるし。で、バーってやってって、うん、したらこの、各、こう、やっぱお客さんがさ、うん、変わった人がやっぱいるわけよ、はい、この、はい、ピンポーンって、はい、そうそう、ピンポーンってまずパ A さん、 A さんの例で言うと、うん、ピンポーンってやるさ、はい、したらなんかめっちゃエロい人が出てきたりとか、あ、もうこの女の人はなぜか知らないけど必ずエロい格好で出てくるわけ。最高だね、それ。まさに。いや、それは最高でしょ、一応。あ、送り、あ、そう、大阪の大正区には沖縄の、あ、そうです、大正区っていうなんか大阪の沖縄って呼ばれてる場所があって、エイサー祭りやったりとか、そうそう、ありがとうございます。大阪の、あ、違うか、でも、触ってたし、そう、たくさん、そう、それで、うん、めっちゃエロい格好、もう、歯みたいな、で多分請求してるっぽい顔だけ。で、その人はもうバスタオル巻いて出てきたりとか、嘘でしょって思うだろ。毎回、あ、ほぼ毎回エロい格好。あ、もうミニスカートみたいなとか。あ、だけど、なんか、ちょっと怖いわけよ、この家も真っ暗だし。で、めっちゃ綺麗なアパートマンションに住んでるわけじゃないのに、うん、毎日家にいるし、うん、で、まあ、そういう人もいたり、で、それを書かないといけないわけ、この要注意人物って言ったらおかしいけど、語弊があるけど、うんうん、このルールがたくさんあるわけさ、うん、このマンションの人、この何丸何号室の人は足がちょっと悪いおばあちゃんだからオートロックだけど下でピンポン押さないで玄関先でやらないと二度手間になって
かわいそうだからとかっていうのを細かく細かく書いていくわけで、それを俺がもう書く担当じゃん、基本的にバーって書いてて、で前の人とかからのやつも引き継ぎもバーって見るさ、そしたら一人このなんていうもう赤文字なぜかその人だけ赤文字だけで要注意みたいな、要注意人物みたいになって、それでまあ行くじゃん、したらなんかこう見ていくさ、したらあの支店長てあの配達員拉致経験ありっていう人がいたわけおーなおーおーなんだこれと拉致経験な拉致拉致っていい印象ないさ、で拉致経験かと思って、一応まあ怖いけど、まあ、どんな人ですかとか聞くわけじゃん、したらまああれみたいな感じというか、なんかまあ分かるじゃん、そっち側の人というか、そっちの人だったわけ、そっち側の人ね、それで、その人のルールは午前中指定の荷物があったとしても、11時半から12時のこの30分間の間しか配達したらダメだわけ、プラス11時15分か30分の間に電話していかないといけないわけ、で寝起きの時は死ぬほど機嫌が悪いから気をつけるって感じもう怖いわけ、でも初めて行って、バーってピンポンって押して、そしたらお兄ちゃんって聞こえて、パッて後ろからパッて見たらもう完全にその人だけ、そいつもう見た目からして、あお疲れ様ですみたいな人、あはい、あれなんかよあ初めて見るなみたいな、あすいません、あの初めましてみたいな、イラミナと申しました、これからこっちの担当になってよろしくお願いしますみたいな言ったら、めっちゃいい人やし、あこの人拉致るんだと思ってこれ拉致ないだろ絶対じゃん、でバーって普通に喋ってしたら、まあ軽いさ、俺もうなんかミスあったり初めてだったりして、まあ、軽いちょっと反いじめみたいなのに合ってたわけ、お店あ店の中でね、その人が会社に 俺自身が、だからなんかちょっと意地悪な人もいたから、その人が怒ってたりとか、なんか教えないで失敗して怒るようにさせたりとかされてて、でなんか一時期からなんか俺がこの配達遅延とか冷蔵で来るはずの荷物が常温で来てたっていうのをなんか配達しに行けって言われる時代があったわけもう俺のミスじゃないよ、俺のエリアじゃないのにイラミラ持っていけって言って、分かりましたって俺もパッて持って行ったら、よくよく見たら午前中って書いてあるのに、いや今午後2時だしみたいな俺休憩中だしみたいなのがよくあったわけで、休みの日土曜日、土日休みだったから土曜日眠ってたら電話来て、この今から出勤できないかみたいな、あ何ですかって、ちょっと人も足りないし荷物多いからって言われ、あ分かりました、じゃああと1時間ぐらいに行きますって言ったわけ、そしたら荷物全然ないわけ、あれなんで連絡してくれればいいのって思ったら、この荷物だけお願いって言われた、1個だけ、はい、言われたわけ、そしたらそれが冷蔵荷物で、名前がその丸々さんだわけその怖い人で、配達見たら前の日に配達してないといけないやつだけ、あー本当は前の日の夜に配達しないといけない、もう最悪さ、もうじゃあ最悪、で俺の店でも何でもない、はいはいはい、もう俺の店でも何でもない、しかも一番こういうのに怒るっていう感じの人だけ、このだから荷物誰かから来てるわけさ、もう何もうえぐい名前もなんか送り先も委任状に書いてる住所もなんかえげつない感じの住所で書いてて、でこれだけ言ってみたいな、一個持ってってほしいみたいな、いやいやいやと思って、さすがにその時はもうあのちょっと言い返したわけ、いや無理だろって、いやなんでなんですかみたいな、休みの日に呼ばれてこんなことやるために俺呼ばれたんですかみたいな、したらいやこれはお前のエリアのあの荷物だからって大人がだよ、18歳の俺に向かって目も合わせず斜めの方向を見て、ああこれお前に持つだから、お前に持つだからみたいに言うわけ、歯も切った思って俺も切れても、あはりました俺行ってきますっつって、もう俺も意味わからんよ、ドキドキしてるしイラつきで、もうどうなっても知れませんからねって言っていったわけ、もう分かる
もう俺死んでも、もう俺死んでもお前らのせいだよみたいな。まあね、まあね。もうはい、はい、出たお前らもう来たよと思って。はい、だから俺速攻友達にバッてまして。今から、うん、あの1時あ30分後に俺もう一回電話すると、うん、俺から電話なかったら警察に電話してやいや本当に追い込まれてるからああマジ怖いからねしてしてで俺は、うん、朝送りバンツありがとうございます本当にしんどいし、うん、大変なんですよ大変だった、うん、で実際いい人も多かったけどねでそれで、うん、いざもう戦、うん、して一応9時半ぐらいに来たわけ会社にはうん、着いたさ、うん、でだけど、はい、あのルールがあるさ、うん、鉄の掟が11時半からの配達連れてだから俺はこの2時間を、うん、もうあもう最後だと思って、うん、楽しもうと思ってなんかいつもやらないのにメロンソーダ2本買ったりとか、うん、もう意味わからんよ、うんうん、もう意味わからんもう何をすればいいかもわからん、はい、友達に電話して、うん、30分後電話するかもしれないですよ OK、うん大丈夫とか言ってるけどいやもうとりあえず俺も怒ってるから大丈夫大丈夫もう任しとけみたいな意味わからなくて言ってるわけでいざ戦、うん、してピンポーンって、うん、だシーンピンポーンガチャってなったわけ、うん、でバッて開けたらもう全裸で仁王立ちしてたわけ、うん、全裸で全裸全裸、うん、寝起きかな、うん、寝起きもあれがもう重なってるわけ、うん、それでああみたいなしてなんかすいませんっつってこう荷物が昨日配達するという荷物だったんですけど本当に今気づいてしまって今急いで持ってきましたって言ったわけ、うん、でなんていうもう俺がなんていうこの誰々いやお前のせいかとか言われたとしてさ、うん、いやこれは自分じゃなくてとかなったらさ、うん、また誰か巻き込んでさ、うんやっぱりメモリーな支店長も拉致されてるし配達員もしかもこれよくよく聞いたらお釣りがないからとかそういうレベルだったわけああだからもう支店長とかと拉致されるなんてもうまた怒られそうで嫌じゃんだからもう黙ってたわけあすいません完全に自分のミスでもう言ったわけさしたら顔がちょっとピクッて動いてその玄関のすぐ左がトイレだわけでトイレバーって入ってってしたらちょちょちょんべんの鳴き声だけハマってと思って俺この人殴る前とかしょんべんするタイプなのかなしょんべんしに行ったわけあ今からで俺はその間も足震えながら立ってる、うん、もうめっちゃ怖い、うん、もう怖い、うん、もう今まで見て先輩とかが俺で地元の先輩が同級生を呼び出して殴ったりとかしてるのを見てるのも全然怖くない、うん、もう、うん、その怪体験からしたら、うんうん、そしたら入れって言われたわけ、うん、あ入れって言われたの、はい、あ終わった来た終わったと思ってもうこの会社はもう従業員殺す会社なんだと本当によ大げさなんだけど18歳って怖いからねまあ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 で行ってそしたらここに荷物置けって言われてポンと置いてうわやっぱと思って殴られるのかそのまま洋服着替えるの待って一緒に車に乗せられるのかみたいなって思ったわけさしてパッてチラッと家見たわけしたらなんか本当に王様が座る椅子みたいなのがあるわけ王様が座る椅子みたいなのがあってキングベッドが隣になってあの女の人のが寝てるわけそこで、うん、お尻が見えてるわけもうなんていう洋服が肌なんか布団でこう見るさよく、うんうんうん、嘘だろと思ってで王様の席にバーンって座って裸で裸裸で女の人は起きもしないでなんでこんなミスしたんだみたいな、うん、すみません本当に確認ミスで、うん、で帽子パー外して本当にすみませんでしたもう謝るしかできないですって言ったら急にめっちゃ小さい低い声で出てけって言われてはいすみませんでしたって走って出てたけ廊下も走ってしその後なんか、うん、もう友達に電話して大丈夫だったよ一応って電話したら、うん、俺ちょっともうイラッとしてたのと落ち着きで川みたいなとこでちょっと休んでたわけ、うん、して戻ったらセンターにいるわけその人がもう、うん、はっやっぱと思って、うん、あもう終わったなと思って、うんうん、でバーって言ったらなんかその人がニコニコしててどあでバーって俺走ってってすいませんなあ先本当に荷物すいませんでしたって言ったらいやお前ちゃんと謝ってくれてよかった、うんうん、これお前にあげるよってわざわざその冷凍の美味しいなんか肉みたいなやつを俺にくれたわけ、うん、
そのお前が持ってたやつを。なんか男気だなと思ってかっこいいと思ってはぁと思って何これと思ってで俺はその日めっちゃ高い肉を食べたっていう話着地は着地は意味わからんけどすなされて欲しかったお前。いやまあほんまや僕ら殴られたらだあれ送りバンツ何見直してんだよ本当にそうですびっくりしたで本当にいっぱいいるわけこの細かい細かいルールがあって、うんうん、もうなんて言うんだろうなピンポンって押したじゃあ9時からにも続いたのに8時59分に俺がピンポンしたら、うん、普通にオートロックのあれからまだあと1分ありますんでガチャって切られたりとかあの時間そう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 いや いるだろって今取れよって思うでまあ俺が悪いなって100分譲って1分待てばいいんだと思ってまあ9時5分ぐらいあ9時ぐらいにポーンってまたやったら何も言わないガチャって開けられて結構大きめの荷物あったわけなのに絶対にドアを3センチぐらいしか開けないわけだからあしてどうするかどうするかなんで上げれないわけ渡せないでしょだってドアに当たってるからで俺は伝票をピッて外してその手にサインお願いしますってやるんだけどこの数センチの隙間からピッて入れたらフフフフってまた来るわけさ出てくるさそれであじゃあ荷物あるんでって言ったら開けるわけどうするかその荷物僕はもう意味が分からないけど俺もだから3分ぐらい経ってるわけそしたら小さい声でここに置いといてくださいって言ってるじゃないですかもう4回言ってますよ聞こえたわけ声が小さすぎて俺3回目までが飛行入ってこなかったとかいっぱいそういうそのそしょうもないエピソードだけどそういう要注意みたいな人物が何人もいてでも一応いろんな人いるんだねでそういう人たちその時にお世話になった人たちに一応見せたいっていうのもあって子供もで一応旅行行くっていう流れそれで大阪に行くってことそうめっちゃ逆にめっちゃいい人もいるこのなんか旅行にも前言ってたようなスノボーかなんかしに行くっつってあそう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 行ってたその会社の人いい人も中にいてうん、うん、送り番さんその裸で寝てた女の人が気になって内容あんまり入ってもらそうそう俺もその時ラッキーって思う余裕もないもう確かに確かにそれ気になるねあそのそいつが足りないやお前エロいのが気になってるさもヘッドキャップさ細かそう本当に本当にそうなんですよ細かいやつ多いんですよ一応面白いなそれだけどめっちゃいい人もいるよ逆に特にやっぱ18歳だったっていうのもあって、うん、あの必ず狙って一応6時ぐらいに配達行ったら、うん、その日の晩飯をなんか袋に詰めてあげる松永さんっていう名前ですけど松永おばちゃんがいて、うん、やっぱり金持ちの家も行くわけタワーマンションみたいな、うん、やっぱそこの人たちは厳しいこともあるけどまあまあやっぱりしっかりなんか優しくしてくれた、うん、だからなんか普通にもうお歳暮の時期とか一番きついわけ配達業者って、うん、でビールとかいっぱいあるじゃん、うん、でビール持っていくさでなんかあオリオンビールだと思って運んでたわけさ、うん、そしてあお疲れさまなんか何々です徹底サインお願いしますって言ったらパッて名前見ておお沖縄とか聞くわけ、うん、あはい沖縄です宮古島ですって言ったらおおじゃあこれ持ってっていいよみたいな俺が持ってきたオリオンビールを俺が回収して届けに来たのに届けに来たあ沖縄頑張ってるあ持ってる持ってる金持ちだからやっぱりね多分別にいらない人だけど送ります飲み物くれる人とか俺そう飲み物あそうなんですよ宮古島出身の2人なんですよそれを言ってなかったな、はい、そうショートマーボーっていう25歳なんですけど、はい、同級生の2人でやってます幼馴染の2人が初めましてですね初めまして人生送りバンツさんお同い年っておお俺らと同い年ってことかありがとうございますなんか嬉しいなへありがとうございますそうだからその松永さんみたいないい人もいるしあの俺が一番好きだったのは福田さんって人がいるんだけど、うん、福田さんがねもうなんかザ金持ちの女の人みたいな感じだけ、うんもう女そうそうもうマダム的な感じで、でその人ってもうなんていう犬を愛している人とかいるさ、うん、もう犬がめっちゃ好きペットの、うん、そのペットの犬がもうめっちゃ吠えるわけ、うん、みんなにだけどなぜか知らないけど俺が一番最初配達挨拶行った時に犬がバーって来てなんかピンポンって鳴らさないっていうルールだったわけガチャッと開けるワンワンするから、うん、そう
で俺待ち分からんかったらピンポンして、そしたら福田さんが出てきて、いやもうなんで聞いてないのみたいな、ちょっと犬吠えてるじゃん、吠えちゃうじゃんみたいな、声とか枯れたらどうすんのみたいな言われて、すいません犬の声が、犬って声枯れるんだ、犬の声犬って声枯れるんだと思って、あなんかビーズの稲葉っぽいなと思って、まあそこら辺、あすいませんしたって言ったと同時にワン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 で来て、犬が俺の手をずっとペロペロ舐めてた、もう止まらないぐらい、そしたら福田さんがあれ初めて懐いたなそっから俺はもう福田さん、そう福田さんに気に入られて、あああね、一旦終了してしまってやばい、ああねそうそうで、はい、それで俺は一旦、あすいませんちょっと一回途切れちゃって申し訳ないです、はい、そう、それで俺は福田さんになぜかこう気に入られて、うん、あの俺休みあるさ当たり前俺にも、うん、だから福田さん化粧品とか、うん、アマゾンとか、うん、なんなら食品とか大崎さん、うん、あの水とか、うん、だからあの水を俺が休みの時に来てて、福田さんが急にあこれイラミナ君に渡してって言うわけ、うん、急ぎじゃないさって思うさで俺が必ず月曜日出勤休み明けに福田さんのところに持っていくっていう謎のルールまでできて、気に入られてた、そうそう、だけどお菓子もいっぱいもらったり、なんか3年ぶりぐらいにあの一回大塚行く機会があったから配達のルートみたいなの一回回ってみたら、その福田さんが覚えててくれて、そしたらまたなんかお菓子もらったりなんかいろいろして、やめてからってこと、やめてからやめてから、あーすごいな人生、送りました過保護の愛犬家ぐし川、あーぐし川、ぐし川の同い年で、いいね、人生送りバントさんは福田さん的には犬もう一頭増えたみたいになった、確か俺のこと犬と思ってたから18歳だから、あマダムだしマダムだし、一回ぐらいやればよかったら、でも何言ってるお前いきなりお客さん何をいきなり何を言ってる違う、普通に何言ってるって言ったし、失礼失礼、あのね、でもすごいな、あんな覚えてくれてた、大阪のどうでもいい話だったんですけど、嬉しいね、とりあえず一回調べ、うん、じゃあ一回ちょっと CM お願いします、はい、CM お願いします、はい、CM、話せないが全くなかったんだよな、しかも先っぽを向いてる、おい動物、人間より動物が好きって、やっぱりみんなそういうこと言うよ、だって犬もなんか裏切らないっていうさ、いつもみんな、先っぽこっちで見てくれ、ツイキャスで、うん、これがツイキャス、ツイキャスにコメントしてって言えばいいさ、どうやってるの、おー、人生送り番、千葉ロッテの石峰翔太のお父さん、宮古島で教頭先生やってるんでしょ、そうさやってるし、翔谷に、俺らも翔谷にって呼ぶぐらい、俺は姉ちゃんのブリアだし、同い年だし、姉ちゃん同士が、じゃあ、そろそろ行くよ、はい、はい、どうぞ、はい、戻りました、そのツイキャスの方で今質問みたいなの来てるっていうか、うん、千葉ロッテの石峰翔太のお父さん宮古島で教頭してやってるんでしょ、うん、親がやってるかどうか分かんないけど、俺と麻婆は同じあの小学校中学校です、で個人的に自分はお姉ちゃんと、まあ、翔太兄にっていうんだけど、翔太兄が同い年だから、なんかたまに前沖縄で見たさ、うんうんうん、麻婆がラインっていうあの国際通りでお店やってるんですけど、そこに来てた時に俺もたまたまいたから、その時ちょっと喋ったぐらい、でもあんまり喋って、なんかまで分からんな俺、全然、俺らのブーレアの、あ同い年のあれさ、ウエストユートのウエストユートのいとこあそうなんだそれはどうでもいいけど普通に個人名出てるけどそうなんだ、そういうことなんですよね、まあね、そんな感じでね、お前何もないだろ何がそんな感じで今日話すことってないよないよやば、うん、なんか、うん、俺みんなに勘違いしないとし、うん、ラジオやってるからって毎回喋ることがあるとかそれ言ったらそれ言ったら終わりでしょどういうことかじゃあ、あなた、たまにしか、送りバント、付き添いの方、はい、そういうことです、よろしくお願いします、あ、そういうことで
ないんかい。はい、何たまに。いや、たまには なんか、なんで始めたかとかさ。うん、何を。俺とも僕がなんでこのラジオを始めたかとか。なんかどうでもいいけど、話すことないから。こんなにも話すことがないのってなかなかないよ。ないな、一応な。うん、じゃあ、1個ずつ分かった、はい。滑らない話していくっていうのと。ああ、いいね。もう、いいね、もう、いいね、もう、いっそ。OKOKOK。とっておきって絶対1個あるさ。関さんも俺もな関さんもあと今日30分ぐらい尺がもちろんじゃないですか30分ぐらい尺があるからやっぱ喋りは大事急性お邪魔します関さんいらっしゃるじゃあ俺から言うよおおおおこれ、はい、最初に言うってことはよ、はい、はいはいはいあー分かりますそんなそんなハードル高くない徐々にやっても上げていかないといけないでじゃあ関さん、うん、麻婆、はい、俺の順番でじゃあ、まあ、続きだねはいじゃあはい分かりましたじゃあねこの間、はい、本当に忙しくて、はい、めちゃめちゃ忙しくて、はい、飯食う時間もなかったわけ、はい、で忙しい中でこの携帯でこう LINE したりとか、はい、電話したりとか車でよ、はい、泊まってやっててで飯食う時間もないなと思ってコンビニの駐車場でカップラーメンだけ買ってでカップラーメン食べながら携帯見てやってたんだけど、はいはいあまりにも忙しすぎて、俺携帯すすって。逆じゃなくてよかったと思った。ラーメン耳に行かなくてよかったなと思った。確かに。ああ、いい。面白い。面白い。面白いっていう言われ方の滑らない話ってダメだよな。あの、俺らが面白い面白いって言ったらだから。面白くするからと。まあそんな感じ。おお、さすがだなやっぱり。プロだわ。俺。よなあー、俺かサイコロ振るみたいなくだりいらない、はい、じゃあね、俺何が最近あったの聞いた話は聞いた話人のお前人の話最近面白かった話最近面白かった話はね人の話使うね、あのなんかお店に来るお客さんだけど、うん、釣りに行くらしい、よくその人なんかその自分なんかで船出して、うん、釣りするらしいんだけどで、なんかこのなんかバッて準備してるさクーラーボックスが準備してて、うん、でこの社長さんとそのもう一人いつも一緒に行く仲間といて、うん、その社長さんがこのいつもいる人にあのブロッコリー持ってきたみたいなあブロッコリー持ってきたって言ってしたらその人がえっって言ってるわけそのあのいつも一緒に来る人ね社長さんがブロッコリー持ってきたって言ったらえっなんですか、なんですかみたいな感じだっけ。そしたら社長さんは、なんでそんな驚いてるのみたいな感じだっけ、社長さんね。で、でもいつも持ってきてるじゃんとか言って、うん、初めてですよ、そんなの。いや持ってくるわけないじゃないですか、みたいな。で、この社長さんも何言ってるかわからないから、うん、もう、いやいや、いつも買ってきてるよね、みたいな。うんうん、で、それも昨日もお願いしたし、みたいな。いや、お願いされてないですよとか言って、ブロッコリーなんて持ってないですって言ってたわけ。ブロッコリー、でも社長さんはブロック氷っていうことを言ってるんですよ。ブロッコリーも、あ、ブロック氷持ってきたって言ってるんだけど、したら、あの人は聞き方でブロッコリー持ってきたって言われてて、だからそれで、はぁみたいな感じになってたっていう話。って話ったら。最近の中では一番それが面白かった。勘違い系はね。そう。勘違い系は面白いんだよな。面白かったね、これは。マジで。俺言っていい？はい。俺の、うん、あの親父、はい、の話なんですけど、うん、親父めっちゃ怖いんですよ。うん、もう怖くて、うん、本当になんか昔、まあ料理人やってるってのもあって、うん、ちょっと職人っぽいところもあって、なんかもう怖いんですよ。で、俺高校ぐらいまで本当に喋ったこともなくて。ほとんどいらない会話しないみたいな感じ怖いねだったわけ、うん、でもう何も言わずサッカーからバーって帰ってきて昼遊びに行こうとしたら、うん、お前どこ行くかみたいな今から遊び行こうと思ってるって言ったら、うん、畑が忙しいからサトウキビやりに行くぞみたいなって、うん、もうはーっと思ったけど断れないわけだから分かったって友達に連絡してやっぱ遊べないって言って、うん、畑行ったわけ、うん、軽トラでまあ田舎まで20分ぐらい30分ぐらいかかるんだけどバーって言っても全然喋りもないで何するかも決まってなくてでおばお父さんのお母さん俺からしたらおばあがいておばあその時まだまだ元気だったわけでおばあもちょくちょく手伝いしててでその時夏休みで甲子園とかやっててで俺の弟とか野球も好きだからなんかバーってずっと流してたわけさ
このラジオで。で、軽トラ止めて、ラジオを大音量にして、常にこうやって、いや作業してたら休憩って言われて、休憩して、おばあと俺と、お父さん3人で座ってるけど、おばあも正直耳遠いわけ。だからもう会話してもなんか難しいから黙ってたわけさ、携帯もその時持ってないし。したら、ちょうど甲子園聞こえて、もう甲子園ぐらいしか聞こえてなくて、したら、本当に金属の音が気持ちいいじゃないですか、カキーンみたいな。で、カキーンってなって、おセンターバック、入るか入るか、入るかとか言う、ばーってやってる時に、なんか、ブッ、ブッって聞こえたんですよ。で、はっと思って、パッて見たら、おばあがちょっと照れた感じで、あ、なんかプーしたみたいなこと言ったわけさ。して、入ったーってちょうど言ったわけ。したらお父さんが、バックスクリーンに3連発だなって、小声で。なるほどっていうっていう話ちょその場にいたらやばいはずだやばいはずこれこれやばい話そういう話おばあが売ったってことでしょそれそれであの怖かった お父さんがちょろっとバックスクリーンに3連発だって言ったっていうくだらないけど面白かったオグリバンさん、オーバー漏らしたの、いや、オーバー漏らしてはないですけどそれはまあ、ほんとか漏らしたのかわからんけどね漏らしてないパンパンさんをつけてるだろうしあと、オーバーもね、普通に、うん、もう一個言っていい、はい、俺の母ちゃんの話なんだけど、はい、母ちゃんも結構、まあ、お前とか知ってるけど天然さ、うん、めちゃめちゃお前のか、うん、で、俺のお母さんとかも本当に天然で、うん、まあ簡単なエピソード説明するともしもし電話かかってきてもしもしって言ったらあごめん忙しいから後で電話するねって言って電話切られたりとかするわけ、うん、お母さんが電話かけてきて忙しいから後で電話するねってな意味がかなさ一応ああまあまあもうそんなんだよもう、うんうんうん、もうビビらなくなってくるわけどんどんで電話ネタで言うと、うん俺の家って夜しょっちゅう電話してきて、うん、ご飯食べたとか言う時期があったわけさ、うん、おやすみ必ずおやすみ、はいおやすみねって言って切るんですよ電話したら一回昼ぐらいに電話かかってきて何だよあ、分かったおやすみって言って電話切られたわけだからもう癖になって癖おやすみが癖になってもう癖になってるわけおやすみそうだからもうしょっちゅうだっけそんならだからなんか俺のやっぱ優しいわけ一応それでもだから俺がサッカーからちょっとバッて帰ってきたら、うん、そのお母さんが友達と飲み会があるって、うん、しょあのそばとカレーを準備してあるから、うん、自分で入れれるかって言われてから、うん、あいいよいいよじゃあ俺入れるよって言ったわけ、うん、したらあーなんかもうガチャガチャしてるよもう早く出たいから時間も迫ってるし、うん、したらあーとか言ってあやっぱお母さんが入れていこうねって言ってバーって入れてじゃあ俺その間着替えてくるよって部屋入ってじゃあ行ってきますみたいなのが聞こえたんですよしたらあのそばにスプーンが入ってカレーにお箸が刺さってるっていう謎のてかこれベタなベタな間違いをそうしたりするお母さんのんでこういうのもありつつこのみんなで部屋を大掃除しようってなった時があったんですよ、うん、家をもうどうやっても汚いから大掃除しようってなってで俺のお母さんってあんま物捨てれないタイプの人っているさなんか使えるかも使えるかも取っとくみたいなそんなのだからゴミとか捨ててやったら俺甥っ子がいてあのその時小さかったわけまだ4歳5歳ぐらいでで手伝いしたらアイスクリーム3円に買いに行くからあのばあばとその手伝いしてって言ったらなんか2人アイスクリームって聞いて楽しそうにやるやるとか言ってやってたわけし一緒に歩いていくってでもう最終盤に差し掛かってお母はなんか集まったゴミのこの袋をこうグッと押す、はいはい、てんこ盛りだって押さえながらこう縛りづらそうに縛ってたわけさ、うん、して俺はその甥っ子にもう行くよって言ってるのになんかテレビ見て動かなかったんですよ、うん、あじゃあもう俺一人で行こうって早くしないともう行くよ5、4、3って言ったわけさ、うん、でそしたらその甥っ子があーとか言ってなんか可愛い感じでやってて、うんうんで、ゼロ、はいって言った瞬間、お母がゴミ袋パーンってやって、こんなに早く結べるわけないでしょって。もう、お母めっちゃキレてよ、お母が。
お母が自分がせかされて縛るのせかされてるタイプでせっかく集めたゴミが全部バザーなってそれでめっちゃ笑ったね俺はその時お母であんまり笑わなかったけどその時はめっちゃ笑ったね。最高だっていう話ですね。最高だね。ちょっとじゃあ落ち着きながら CM に行っておきたいと思います。あ面白い。あ面白いな。やばいよ。あ大悟やばいです。合わせたいんですよ正規さんにも。そうだね。こいつのお母マジやばいっすよ。毎日毎日俺のお家で飲んでたんですよ、うん、たまにはみたいになってて、うん、で親父はなんかおばあが一人暮らしだったんで、うん、あっちの家に住んだりしてたんで、うん、おばあに住んで、で、こいつら毎日来るんですよ家にも、アホみたいに。で、毎日酒持ってくるんですよ。しても俺、怒られたんですよ、その日、うん、前の日に、あの、ショーあんたいい加減にしなさい毎日あんな夜中まで騒いで、あんな楽しいかもしれないけどって言って、次の日なのにこいつらまた来たんですよ。で、俺のおかちょうどその日休みだったんですよ、夜したら、普通に来て俺のおかってこいつビール乾杯してたんですよ俺のおかビールもらってビールもらってな、ね、おかわね。俺のおかわの話はもういいよな。ビール大好きだからね、マジで。俺なんかめっちゃビール飲むかな。今度、マジでゲストでね、呼ぼう、今度。一回なんかハプニングあったよな。誰前、あの、おかわから電話来てさ。放送してる時に。撮ったじゃないですか。放送してる時に電話来たな。おかわが。あ、そういうのもあったわ。おかわね。おかわね。母の日だったし、ね。あ、そうだね。たまたまだけど。なんかした。俺何もしてん。俺も母の日都にいるからこうやって来てどうやって贈り物ってやっぱ送った方がいいのかな。まあ送ってるなら送った方がいいんだ。まあ普通なこと言うさ、まあ、何かやったっすか関さん。いや俺も何もやってない。奥さんかでも。いや何か確かに俺も奥さんにもやってなくて。お母母の日に入ったさお前の。そうそう。大したあさ子供からしたらもう千秋って言うさ嫁の名前がポンポン出てくる。奥さんになったらもうそうだから対象あ対象ってやばい自分の子供のもういい対象で、うんうん、子供からしたらお母さんだから何かやろうかなとか考えてたんだけど、うん、母の日1年目だからないったらそうだよだからやらないとなと思ってなんか考えてく一応なんか今日じゃあ今日うまいの飯食いっかとか言ってたけど、うん、一応こっちのお母さん、うん、嫁側のお母さんも来てくれてたからあのちょうど沖縄に来てるんで。うん、あじゃあちょっとじゃあ家族で遊んでおいでみたいなって俺は今日友達1日いたんだけどそうそう母の日ってね母の日ね母の日なかなかなあんまりかでも俺言えないやあんまり直接ありがとうとか俺なかなか言えマジでお母ちゃんにもうお母とかには俺もあんま言わないなけどでなんか本当に大げさな気であれだよ子供生まれたりしたら、うん、なんかパッと言えたりするよあお母とかに何か ありがとうとか電話来てなんか今まで何か送ってよって ありがとうぐらいしか言ったんですけどそれぐらいしか言わなくてなんかあ他のがちゃんとしたありがとうはいや無理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 それぐらいだったらなんか物とかでごまかしたいやりたいそう俺何かあげたりとか無理だね何か送るとかさビールぐらいしかないからなビールあげてるないつも逆にお前のお母にあのがっつりあの母話する自信はあるよなんでけなんでお前のなんでお前の母にあるけど俺のお母さんもう今日俺のお母の話がついてるからいい？いいよ。俺のお母さん俺と弟がいて、うん、俺ら小学生の時に初めてこのお母に母の日2人であげようってなったわけ、うん、で500円ずつぐらいしか持ってなかったから、うん、一応とりあえずブックあの靴屋に行ってみるかってお母の靴がボロボロだったわけさ、うんうん、で多分忙しいから分からんけど急いで履こうとしてなんか肩が折れてたりして、うんうん、して買いに行ったら980円みたいなのが安売りで靴がなんか切れそうなのがあったから、うん、それ買ったわけそしたら次の日普通にかかと潰したお前なんで親がかかと潰して靴開けて結構嫌だよこれが履きやすいとか言うわけなんかこれが履きやすいってサンダルさそれそれがいいんだからお前のお母いいだろもう別になんか意味がわからんでも今この何のもあるから後ろ
あ、そうそうだから次そういうのにしようかなと思って、靴みたいな後ろがないやつ。そうそう、最近もさ、そのラジオ休んでてさ、うん、2ヶ月ぐらい、うん、で宮古に仕事で帰ってて、うん、やっぱお母としょっちゅう会うじゃん。うんうんうん、したらなんかしょう、まあいる間はさ、うん、まあ酒も飲める時は東京いたからさ、あんま家で飲んだりしないし、うん、だからお母が居酒屋行こうとか、今日休みだからご飯食べに行こうとか言うわけさ、うん、で俺のお母さんってこの機械音痴すぎてやばいんですよ。この電話帳の登録も最近見たら、あの宮古島の方言で、あの友達っていうのがアグって言うんですよ、うんうんうん、そしたら電話帳に全員アグつけてるから、あの欄がめっちゃあるわけ。アグトモコとかテレビアグマサコとかアグは後につければいいさなのにアグ見つけ際だからトモコに電話しようって言ってるのに、アーで探すからアグ青スクロールしてるわけ。いやいや、おかんもこれ後につけたら、お客さんだったらトモコアグだ、トモコのアグとかあるよって言ってるのに、アグで全員登録してるんですよそう、それぐらいなんか機械がめちゃめちゃ下手くそだからで、だけどなんか孫ができてこの iPhone にしようかなとか言ってんだけど、最近もうこのお母さん友達の韓国料理屋がオープンしたから、宮古来てる間に行こうねって言ったんで、あ、じゃあちょうど相手から行こうって、お母誕生日だったし連れてったわけ。連れてったっていうか、あ、分かった、じゃあお母じゃあお願いね、なんかじゃあ7時に行くねって言ったら、電話すればいいけど調べ方わからないから、行ってるからね、一回一回直接行って7時にお願いしますって6時20分に言いに行って、あと30分ぐらい普通に着替えてくるという謎の二度電話が最高だよくわからないような、面白いよね、お前の顔。このお母はね、マジで面白い。そうなんだよ、好きだな、お前のお母さん。最近もな、もうだからちょっと55ぐらいになってしまってるかな、もう。あんななるかも。もう55って言ってた、55おめでとうって言ったら、ガオーって言われたわけ。何それって言ったら、ゴジラってちょっと、なんで松井秀喜知ってるんだあ、松井秀喜知ってるさって言って普通に滑らしたけど、親を滑らしてやってあ、最高だね。喋りすぎたな、あと4分ぐらいしかないんだけど、あ、じゃあもうサクッと、はい、今日はあのやっぱやらないといけないコーナーがあるから、はい、皆さんの悩みを、あーですね、うん、どんな悩みも3文字で解決するお悩み相談コーナ ー、 でも今日見た感じね、全然そうでもこなしそうだ なんでお前コメント作られてきたか、あんなにだけど悩み、うん、そう、まあ、てかないことがいいんだから一番、ないことが一番いいし、悩みあればあるだけ。今日はじゃあ関さんの悩みを久しぶりに4分ぐらいで解決して終わりに向かおうかな。はいはい、あ、悩みね、はい、悩みね、いろいろあるけど、そう2人だからね、はい、ちょっともう難しめの、おお、ま、マジな、マジな、このマジな悩み、ちょっとコーナーとしては、このどんな重たい悩みも、うん、きつい、あの しょうもない悩みも、俺らが3文字で解決するというコーナーなので、うんうん、それで今関さんが悩みをあるらしいので、はいはい、結構悩んでるんだけど、はい、あの携帯が、はい、さっき iPhone っていう言葉出ましたけど、はい、僕 5S なんですよ。ああそれもだいぶ悩ますね、結構古いんですよ、うん、はい、古い、最近で仕事からずっとマナーモードなの。あーはははどんな時も、はいはいはい、夜寝る時も仕事中もなんだけど、最近久しぶりに音出そうと思って、あの横にスイッチがあるでしょ、はい、あれ押しても鳴らないんだよね。おお、押したもんかなと思ってるんですよ。じゃ あこれはすぐいけんだろ今の、うん、難しい、これは難しい、これこれだってこんな難しい悩みだと関さんがそんな悩んでるから、うんうんうん、じゃあ悩みをまとめると、マナーモード今携帯がちょっとまあ古いのもあって、うん、マナーモードを最近解除した時に、あの音が鳴らなかったと。解除してもなるほど、もうならなくて、はいはいはい、どうしたらいいですか。はい、うーん今日答えが用意されてないっていううーんってこれまだ1文字これまだ1文字カウント、もうじゃあ逆にお前いけるもん、帰れ、はい、帰れ、あー、まあ帰るね、もう帰れで終わり、まあ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 、それしかないね、まあ、それは確かにね、それか我慢
我慢我慢かだね我慢我慢か。だから俺もずっと俺マナーモードが嫌いだ、あ、この音が鳴るのが嫌いなんですよ、あピロンとか、うん、だから俺も常にマナーモード、お前、うん、いや俺逆に常にあれだね、オンお前なかな、なのになかなか電話取らないよ常にオン、俺マジで常にオンだね。まあ今日はちょっと母の日関連もあって、はい、母ちゃんの話ばっかりになりましたけど、うん、確かに1時間、うん、ありがとうございます、はい、いつもなんか見てもらって、うん、宮古島出身のショート麻婆で、25歳なんですけど幼馴染でラジオ毎週月曜日9時から1時間、そう月9ね、月9の時間に、うん、月9に負けないようにと思ってやってるんだけど、はい、まあ視聴率バチボコ負けてるけど、うん、まあ今からない、まあ、まあこれからです、ね、あとまあさっき言ったわらしべ長者の企画で今テレビまで変わってますので、はい、うん、テレビの収容とかなんか何かと交代したいという人がいればテレビとね交代してくれる人がいたらあればもう最高ですね、まあ、個人的にでもいいしね、個人的にって何みんな個人で、ね、一企業としてはいないから、それでまああまりこういう不調が露骨に出てるする番組だけどな今日ちょっといやいやこれ不調なんだ、あ不調なんだこれ、これ絶好調、俺全然普通普通って何だとしたら問題だろまあまあ一応、まあ、3人でいつも佐々木さんも一緒に入れて、はい、やっていってますので、はい、こんな感じで、ね、よろしくお願いします。確かにあと40秒、あと、はい、まあ、最後のアイス含めた30秒ぐらい、はい、麻婆が面白くています、はい、はい、じゃあ面白くていいと思います、はい、私は、本当に面白いことが言える人間です。まだ26年間、最近26年、26歳迎えましたけど、面白いことこの日のためにずっと残してきました。この日にやっと来れたことに感謝しながら皆さんにこの面白い一言を伝えて今日は終わりたいと思います。じゃあそれでは面白いこと言います。7、6、4、3、うしり、ありがとうございました。失礼しました。